はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、また、ガチャガチャ景品を紹介したいと思います。こちら、はい、呪術廻戦。はい、今私がハマっている、漫画アニメですね。はい、呪術廻戦はジャンプコミックです。はい、今ねアニメでもやってますが、自分アニメを見てね、面白くてハマって、今ね、コミックを買い集めてるところです。はい、なのでね、原作の方もまだ全然読めてないんですけど、自分が知ってるのは、アニメでやってる部分だけなんでね。はい、まあでもね、もうほんと面白いんでね、ハマりましたね私は。はい、それの、カプセルフィギュアコレクションということで、はい、ではね、ラインナップ見ていきましょう。はい、まずはね、主人公ですね、虎杖悠仁。はい、こちらが主人公。はい、で、まあクラスメートっていうんですかね、まあ、同じ学校のね、はい、伏黒恵。はい、で、唯一ラインナップ上で女性の、はい、釘崎野薔薇。はい、釘崎か、濁らないね。はい、で、私が一番推している五条悟。はい、で、この五条悟の、マスクなしバージョン。はい、こちらもラインナップされてますね。まあ、この五条悟がね、めちゃくちゃ人気あるんですよね。女子人気も高い。このマスクを外した時のこの素の表情つうかね、あの顔立ちがすげえイケメンなんだよね。一応この3人の先生なんですよね。うん、いや、これがね、呪術界最強って言われてるね、呪術師。はい、めっちゃ強いんだよな。うん、アニメでね、初めてマスク外した時ね、もうめっちゃイケメンやんと思ったけど。はい、でね、虎杖はね、両面宿儺っていうのにね、うん、まあまんま言うとあれだけどね、両面少なバージョンも欲しかったな。はい、といったラインナップですね。はい、これなんですが、一応ガチャで1回いくらなんだろう、300円かな。はい、でダダン。はい、私コンプリートを買いました。はい、もうね、散財したくないんでね、もう普通に買いますよ、もう。ということでね、全種類あるんで、こちらをね、一つずつ、もうすでに開封してね、お見せしていきたいと思います。はい、はい、完成しました。はい、ではね、早速、まずはね、主人公の虎杖悠仁から。はい、こちら。はい、いや、いいですね、この元気いっぱいの顔。いや、ほんとよくできてるなこれね。あれと同じだよね、ジョジョの、最近紹介しましたジョジョのね、カプセルフィギュアと統一シリーズですね。いや、ディフォルメされてるけどよくできてるね。細かい部分までね、よく再現されてますね。うん、アイプリントもいい。はい、はい、では続いて、伏黒恵美ですね。はい、こちら。はい、
いや、いいですね、伏黒もね。もう、なんていうんですかね、ナルトでいうもうサスケ状態ですけどね。いや、いいね、かっこいい。伏黒もかっこいいんだよな。続いてが、釘崎野原。はい、こちら。はい、これもよくできてるな。このね、ツンとしたね感じもね、表情っていうのかな。意外にこのねキャラが気が強いな、強いんだよね。いや、ほんとアイプリントとかすげえよくできてるな。はい、はい、続いてが、五条悟マスクバージョン、こちら。いやー、いいね、やっぱかっこいい。このね特徴的な指の形はね、さすがにちょっと分かりづらいっていうか、まあ再現まではできてないかな。ちょっとピースぐらいになっちゃってるけど、本当はね、こういう感じなんですよね、そこまでは再現できてないかな。ちょっとピースぐらいになっちゃってるかな。はい、若干でもなってるっちゃなってるが、角度だな。はい、いや、いいね。最初ね、アニメで見たときね、これ前見えてんのかなと思って。なんだろうね、一応アニメでも、アニメの部分しか見てないから、まだこのマスクがどういう意味をしてるのかよくわからないんだけどね。いや、いい。はい、続いて、五条悟マスクなしバージョン。いや、いいね、イケメンぶりが出てますね。これもね、指再現してますけれどもね、これはちゃんとこうクロスしてる感じはわかるかな。めっちゃイケメンなんだよな、五条悟。目がすげえ綺麗な目してる。いやー、すごい。いいですね。はい。といった、5体ですね。まあおそらくこれはシリーズ化するでしょう。はい、かなり人気があるみたいなんでね、まあこれからどんどん出てくると思います、このシリーズはね。まあすでにね、もう呪術廻戦自体がね、ものすごい人気で、まあ第二の鬼滅の刃って言われるぐらい、人気が出てきてますね。グッズなんかも結構売れてますね。特に五条悟がめっちゃね、店頭から消えてくんですよね。ジャンプショップだから。そんぐらい人気なんですよね。なんか、
やっぱフリマアプリとかヤフオクとかね見るとね、五条悟がめっちゃ高いんだよね、何にしても。いやでもね、わかるわ、みんなね、この五条悟が好きな理由っていうのはね、強くてかっこいい、いや皆さんもね、見てる方は見てますかね。まあ原作で見てる人もいればアニメで見てる人もいると思います。はい。まあ自分はね、まあ原作集め出して、これから読んでいこうかと、はい、思っている段階でございます。まあ、鬼滅の刃の刃もね、あの無限列車編の先の物語が気になって今集め出してますけど、ね、アニメでしか見てないんでね、あっちもね。という感じでね、今回は、こちらの、フィギュアをご紹介させていただきました。ぜひよかったらね、皆さんチャンネル登録、あとね、高評価、よろしくお願いします。では最後はね、回転台座に乗せてお別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。